言われるでしょ。言われます。めちゃめちゃ聞かれます。私もなんで浜松にいるの。マミさんなんか入らないのかなとか、東京戻っちゃうのって、なんかすごい聞かれるよね。いちゃ悪いのか。戻らないっていうか、浜松が好きだからここにいるって。戻らないっていう言い方はおかしいんだけど、浜松が好きだからここにいてもいいですかみたいな。あっという間に今年1年終わっちゃったね。早かったですね、本当に。なんか本当に私も浜松に来て1年になるんだけど、今日はちょっとその総括で、はい、ちょっとゆっくりとね、古民家バルで、ね、雰囲気もあって、ここでゆっくりお話が話しませんか。できればと思います。いつまいります。いつまいります。すごい旅館みたい。素敵だね。ね、旅館みたい。本当に。いや、めっちゃ素敵。うわ、広い。おしゃれなお家に遊びに来たみたい。おばあちゃんの実家になるんですか。はい、そうです。はい。もともと織物屋をやってまして、織屋のおじいちゃんおばあちゃんが作ってくれた建物。中2階だったんですけど、吹き抜けにして、はい、しました。すごい健康にドリンクがあるって聞いたんですけど。酵素ドリンクがありまして、お酒も飲めるしノンアルコールも。ありがとう。これはピーチです。ピーチ。こちらがキウイです。好き。おいしい。ありがとうございます。すいません。てかさ、ここさ、お通しもある居酒屋なんだよね。そうそう、東京だったらちょっと高級確かにレストラン。大まさりの塩茹でと、さつまいもの蜂蜜レモン煮と、あとラディッシュの葉っぱのごまになります。わ、すごい。大まさり、みずみずしい。おいしい。これはでもお酒が欲しくなる。本当よね。本当に雰囲気もいいし、うわあ、ちょっと雰囲気がとってもいい。美味しいです。ありがとうございます。そしておすすめは、はい、こちらシラスのピザです。おお、薄いピザ。これ何、シラスは粗いのですか？こちらは粗いさんになります。味付け、はい、自分で考えてる。オリジナルだ。創作ですね。美味しそう。じゃーん、シラスすごいたくさん。このソースなんだろう。なんだ、オニオン。え、オニオン。オニオンは入ってますよね、はい、お醤油。お醤油も少し入ってます。シラスの甘さが引き立ちますね。美味しい。お酒飲みたいね。本当にそれ。私飲めないけど、雰囲気に飲まれちゃいますよね、うん、でもまだ朝の10時です。マミさんももう1年ですもんね。もう1年になりますね。どうですか浜松。いやね、なんか私ね、本当浜松好きなのよ、うん、で、まさか浜松に来て、例えば Facebook とか乗るとさ、去年の今頃とか乗るわけ。私去年の今頃自分が離婚するなんて思ってもない笑顔してるわけ。全くのないね。そう、うん、なんでみんな私がまだ浜松にいるか不思議でしょ。めちゃめちゃ私聞かれます。マミさん、離婚されたけど、うん、東京戻っちゃうのとか、うん、いつまでいるんだろうっていう。深瀬さん聞かれる。めっちゃ聞かれます。どういう風に聞かれる。その何ていうんですか、離婚されて、僕その旦那さんのお知り合いも多いので。確かに。元旦那さん、うん、なんで、まあ、そあのなんで別れたのにまだいるんだろうみたいな。そう、おいおいおい、言っちゃ悪いのか。初めて話すことなんですよこれ。ちょっとスピケになるんですけど、はい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 、いいですか。あの、私も本当になんでこんなに浜松が好きなのか分からなくて、で、ある方に、ある、私の尊敬している石橋芳生先生という方がいらっしゃるんですけど、その先生に、私はなんでこんなに浜松が好きなんですかって教えてくださいって聞いたんですね。その先生は本当に奥様がチャネラーと言って、あの
天国から来た神様や偉い人を下ろして話すことができる人なんですよ。でどうしてだろうねって言って伊勢神宮に行った時に突然チャネリングが始まりまして、でマミちゃんがどうして浜松にいるのかをちょっと教えてもらおうって、どなたが降りてくるかわからないんですよ。そしたら男性が降りてらしたんですね、チャネリングしたら、その男性の名前はあなたもご存知の通り徳川家康様でした。ちょっと待って、で徳川家康様が降りてらして、私のことを覚えておらんのかって言われて、もう私はなぜか知らないけど涙がもういっぱい出てきて、懐かしいっていうか、その私が側室だということが判明したわけです。11人いるのね、側室の方、正室の方が亡くなった後のアチャのつぼねという、アチャのつぼね様という方がどうも私の前世の魂を使ってた人だったらしいんです。そうなの、呼ばれてるってこと、もうそう、ここにだから浜松の人たちがどうして私のことをこんなに好いてくれるのかもわからなかったし、どうして私が離婚をしたのにここまで浜松が好きなのかが分からなくて、でもう大喧嘩の最中でも浜松に帰って仕事行ってね、帰ってくると、ああ帰ってきたと思うわけ。えちょっと何、私何、ほっとしてるじゃんって思うわけよ。ね、地元でもないのに。そう、もともと以前ちょっと住んでたというか、京都が好きで私たち元夫と借りていたところが京都だったんですけど、マンションを借りてたんですけど、京都で大喧嘩をしました。そしたら私は京都が大嫌いになったわけ。ね、そんな記憶とか思い出がある場所、記憶とか思い出があるとなんかそこの場所が嫌いになる。だから私も浜松嫌いなのかなと思ったわけよ。過去世っていうか前世がアチャのつぼね様をやったことのある魂だったっていうことが分かって、私も腑に落ちて、あ浜松にいていいんだみたいな。信じるか信じないかはあなた次第です。確かに周りから見たら東京の人なのに結婚してね、旦那さんのふるさとの浜松に来てまだ浜松にいるのって確かに不思議に思うんですよ。だけれども私はぶっちゃけ未練があるわけじゃなくて申し訳ございません。いや本当に、いや浜松という地にご縁がなかったら来ることはなかったのに、やっとたどり着いた心のふるさとみたいな。不思議でしょ。でもね、なんかその周りの人たちとかも元からいたかのような感じで、そうでしょ、すごい親しげにしてるから、その光景もなんかそれも不思議だったでしょ。そうだから、あれ10年ぐらいいたのかなみたいな感じだからね、不思議なのよ。不思議なことがいっぱいありすぎるわけ。どうなの、だから私ね、これからは大手を振って浜松で暮らします。いやでも本当全部つながってすごい気持ちいい。すっかりしたで、すっきりしたでしょ。だから本当に元夫には連れてきてくださってありがとう、感謝します。でも私は新たな人生を浜松で送りたいと思ってるので、これからも浜松と東京、あそしてさ、お墓はさ、アチャのつぼね様のお墓は東京にあんのよ。へー、普通はアチャの側室っていうのはなくなるとお寺に入って尼さんになるわけだけど、アチャのつぼね様は自分の子供でもな、子供ではないお孫さんを江戸城で育てることをしたらしい。で最後は江戸にお墓があるんだけど、さあ私はどうなるかな、これからの人生。でも私は浜松が好きなので、まあ浜松に入れたらいいななんて思ってますけど、今を一生懸命
楽しく生きればもう明日はその続きだから、そういう人生を送っていきたいなと思います。浜松の空と風と空気と人が、あと太陽、私の栄養です。来年もまみちゃんとゆいなちゃんをどうぞよろしくお願いします。めっちゃすごかったでしょ。いやでもまたあのいやそうそう、あめちゃめちゃいい話だったんですけど、ちょっと感想言って。大鳥の年末の話題に、うん、熊谷真美とまでは分かったんですよ、うん、ゆいなちゃんあんま入れない方がちょっと視聴者です。いやゆいなちゃんでしょ。いや浜松と言ったらゆいなちゃんでしょ。そんなこと熊谷真美です。いや、はい、まあ年齢的に言うと私が上だけどね